ライオン殺しは、細か化の植物の一種。木質で、カギ爪のある果実が特徴とされ、英名の、デビルズ・クロウ、グラパル・プラントの由来となった。俗名、ハーパゴ・ファイトムは、英名、グラパル・プラントをギリシャ語に訳した言葉である。種小名、プロコーンバンスは、前立腺を意味し、茎が地面を張っている状態から名付けられた。 果実の鍵ギ爪によって、動物の毛や蹄めに絡みつき、それによって広く散布され、自生範囲を広げている。ライオンの口にこの果実が絡みつくと、その痛さのあまり餌を取れず餓死したことから、ライオン殺しという名が付けられたと言われる。水分の多い海級を持つ多年草である。地上径は地面を這いながら、年間2メートル成長し、一次海級から成長する。 海径から成長した主根は地下2メートル近くまで成長する。二次海径は一次海径から長さ25センチメートル、厚さ6センチメートルまで成長し、デンプンなどの光合成の生成物が含まれる。葉は単性で耐性であり、長さ6.5センチメートル、幅4センチメートルになり、切れ込みがある。花は5から6センチメートルの長さで筒状の花をつける。 花の色は明るい紫色、桃色、白色のいずれかであるが、筒の内部は黄色である。花期に咲く。果実は1月に成熟して、直径12センチメートルに達し、4つの鍵ギ爪が生じる。種子は、クラチャ色あるいは黒色である。主に南アフリカのカラハリ砂漠のほか、アンゴラ、ボツワナ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、モザンビークでも自生している。 双本や低木が生えた、放牧地、砂地や粘土質の土壌にて生育している。二つの亜種がある。カラハリ砂漠に住む住民によって、数世紀にわたり、医薬草として消化器系の病気から伝染病の、幅広い病気や傷の治療に利用されてきた。海系の抽出物は、インドリド排等体、フィトステロイド、フラボノイドなどが含まれており、それらは変性の慢性関節リウマチ。 骨関節症、腱炎、心臓病の治療に効用があるとされる。会計は地元住民によって収穫され、彼らの収入源となっている。現在、その効能は西洋医学でも利用され、錠剤として処方されている。ありがとうございます。